本日はご来場本当にありがとうございます。私はこの佐世保東小高等学校で吹奏楽部の顧問をしています中村明夫と申します。怪しいものではございませんのでどうぞご安心ください。今のマーチングいかがでした？今のは実は本校の3年生だけです。1、2年生は今の倍ぐらいで控えてますので、第1部は3年生のみ、卒業生のみでステージをお送りします。本日この1部に関しては毎年この中で毎年うちの定期演奏会来ているというのはどのくらいいらっしゃいます？ありがとうございます。よし、顔覚えてこう来年も来てね。はい、実はこの学校、私の学校、定期演奏会毎日2日間、土日と開催しています。今回はこの日、1日だけです。決して予算を切ったわけではありません。くじ引きで負けちゃいました。なので、1日で開催ということで、毎年1日目に開催していた前日祭、3年生と、そして子供から大人まで年に一度みんなで吹奏楽やろうぜというイベントが出ました。そのイベントの方を今年は断念いたしまして、3年生のみで一部をお送りします。僕の喋りすぎを心配して部長が来てくれたので部長にマイクを渡します。皆さんこんにちは。本日はたくさんのご来場誠にありがとうございます。新型コロナウイルスの影響で例年通り、いつも通りという、本番ではないですけど、それでも必死に、練習してきたことを3年間の成果を皆さんに出し切れるように精一杯演奏しますので、ぜひ最後までお聴きください。ありがとうございました。本日は先ほど部長の挨拶にもありましたが、感染症対策のためにお席を一つずつ空けていただいています。ご迷惑でまいりました。本当にご迷惑します。まだ、2階、3階と空いてる席があるかもしれませんので、どうぞ、3階席の方々もどうぞ、席を空けながら、ただ一緒に生活なさっているご家族であるとか、そういうことであれば一緒に座っていただいても構わないかと思います。私本日一部に関しては司会と指揮をしながら進行してまいります。指揮者ってなんかこうね、手動かしてるだけで何もしてないなんて思うかもしれませんが、実は指揮する上で非常に大事なものがあります。それは、顔です。僕の顔は出来がちょっとあんまり良くないんですけど、父ちゃん母ちゃんこれね、顔の出来はあれなんですけど、表情で指揮をしながら、例えばうまくいった時にはニコッと笑ってあげたりとか、逆にちょっと違う音がしたらにらんだりとかするんですけど、非常に表情を伝えるのが大事になってきますので、本日マスクを外して今作業をとります。で、僕喋りますので前の方は開けております。気を使っていることだけはちょっとご理解ください。一部の、そして、この後は先ほどのマーチングをお送りしましたが、次は3年生の吹奏楽をやってまいります。今日中学生の子も来そうとかな、中学生って今どのぐらいある？あ、ぼちぼちだね。ありがとう。今ね、うちの3年生だけでね、部員が26人なんよ。だから、おそらく今、佐世保市内、どこもね、中学校、全生徒もね、減ってきてるし、部員も減ってきてると思うよ。だから、1、2、3年生でおそらく同じぐらいの中学校で多いんじゃないかな、26人。だけん、結構ほら、いろいろテレビとか見てるとね、吹奏楽部100万人とかいるじゃん。東証も78人もあったけんね。だけど、でも人数が少なかったら吹奏楽部ってつまんない。そんなことないけんな。今から演奏するね、26人やけど、絶対ね、26人とはもう演奏がするけん。それだけ鍛えとるけん、俺は3年間。で、昔はね、俺も20年前は部員が14人の学校に勤務したこともある。14人やったけど、俺の演奏は誰にも負けん演奏してた。だけどね、中学に帰っても、今から演奏するね、26人やけど十分できる。今日はね、その勇気を持ってね、書いてほしいなと思ってます。すいません、一般の方が中学生の口調になってしまって、
というわけで今から吹奏楽の方を演奏してまいります。1曲目は相対ありがとうございます。ある英雄の記憶、風の国と氷の国。実は吹奏楽に吹奏楽コンクールというものがあります。非常に、まあ、いわゆるマスコミなどでは吹奏楽部の甲子園と言われているんですけど、そこでの、課題曲です。これが、2016年の課題曲です。実はこの3年生の学年、すっごい吹奏楽が好きな子が多いんですよ。もちろん今までもね、吹奏楽が好きな子が多かったんですけど、すごくこんな曲やりたい、あんな曲やりたいってすごく熱心に言ってくる子たちでした。で、今日はね、自分たちがやりたかった曲、何でもいいぜ、選べって言ったら、今日は3年生が選んだ曲をやってます。2016年の吹奏楽コンクールの課題曲です。ある英雄の記憶、虹の国と氷の国。どうぞお楽しみください。
も実は吹奏楽コンクールの、課題曲です。コンクール僕も出てるんですけど、僕コンクールあんま実は好きじゃないんですよね。この話を始めると終わらないので、とりあえず次の曲、これもコンクールの課題曲なんですけど、まあ、正直お客さんも、いや別に私吹奏楽やってないしコンクールの曲やられたってつまんねえよって思ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、次の曲はね、おそらく知ってると思う。多分始まった時は、なあ、この曲知らないしって思うかもしれませんけど、終わった後聞いてみますね。ヒントというか、バラエティ番組で使われていました。多分聞いたら、聞いたことあると思うと思いますね。曲目がヒントになるかな。天国の島という曲です。天国の島という曲。まあ、聞いてみて、あっと思ったらね、まあ、楽しんでください。こちらも吹奏楽コンクールの課題曲です。天国の島、お送りします。Thank you.
さて、聞いたことあるっていう人どれくらいいらっしゃいます？僕の声聞こえてないのかな。こっちからよく見えるんだぞ。どれくらいいらっしゃいます？あ、結構いた。はい、行ってしまえ。脱出島で使われているあれですよね、天国の島という曲でした。実は、次に演奏する曲も、コンクールの課題曲なんですよね。さっきちらっと申しましたけど、私が、吹奏楽コンクールを嫌いになった理由、それは私は実は高校生の頃、吹奏楽コンクールにめちゃくちゃ強い高校に在籍していました。22年連続九州大会出場という学校にいました。憧れて入学はしたんですが、コンクールに勝たなければ意味がない。あいつあそこの高校に行ったよね、あそこの高校に行ったらさ、どうせコンクール勝てねえんだ、なんであそこ行ったんだろうね。コンクールで勝てない学校はコンクールで勝たなきゃ吹奏楽やっていく意味がないよねみたいな会話をされている学校でした。僕ずっと疑問に思ってました。それから僕は、教員になってから、一気平野由子高校、島原南高校、そして津島高校、そして佐世保東照高校と、すべての学校でコンクールだけではない、一番大切にするのは日々の練習、練習での感動、そしてそれをお客様にお裾分け、これを続けてきました。もちろんこれからも吹奏楽コンクールに出るからには頑張りますが、コンクールに立つことではなく、日々の練習で感動する、これをもとに彼らとも続けてきました。といっても次、コンクールの課題曲なんですけどね。次は、風の前という曲です。こちらも、先ほど、天国の島に続いて、似たような日本風の旋律を使った曲です。親しみやすい曲かなと思います。吹奏楽コンクールの課題曲です。風の前という曲です。お楽しみください。Thank you.
はい、今のが吹奏楽コンクールの風の曲、風の前という曲でした。次にお送りする曲はちょっと今までお伝えした長めの、クラシック系といえばいいのかな、吹奏楽のために、作られたオリジナルの曲です。吹奏楽の演奏って大きく分けてジャンルが、大きく分けて2つあります。もともとはオーケストラとか吹奏楽以外の曲に作られているものを吹奏楽にアレンジしたもの、編曲したもの、もう一つはもともと吹奏楽のためにといって作られた曲です。今から演奏する曲ですね、実は作曲家が高校生の時に作曲した曲なんですよ。高校生が作ったとは思えない。もちろん今でも現役でバリバリ活躍している作曲家です。曲目は七夕と言います。今多分皆さんがイメージした七夕、いわゆる7月7日の七夕のお話を吹奏楽に表した曲です。なんか途中にね、七夕の3代目ね、織姫だっけみたいな人もちょっと、はい、織姫役で、しかも本当に名前も姫なんですよね、偶然。彼女が織姫役、そして彦星役、彼女の名前は彦星でありません、ね。このサクソフォン、アルトサクソフォンで楽器上げて、この楽器とユーフォニアムという楽器、この楽器が途中で、なんかこうね、イチャしてるみたいな感じのメロディーがあります。あとそれ以外のところはね、はい、まさによ。それ以外のところは、スピード感がある。真夏の夜空ね、星がいっぱいみたいな感じのすごいスピード感の曲です。そのスピード感とね、流れるようなメロディー、そして、イチャイチャ感のある曲、いろいろ考えながら、花形という曲です。お楽しみください。何回ぐらい演奏したこれ、4回。このメンバーで4回ぐらい演奏した思い出の曲です。それでは、花形、お楽しみください。
ローズ・スミス作曲のフェスティバル・バリエーションという曲です。この曲はとても有名な曲だと思うんですけど、こんな少人数でする曲ではあんまりないのですが、それでも精一杯3年生はこの人数で練習してきたので、その3年生のこの3年間の成果をこの曲で出し切りたいと思います。ぜひ聴いてください。クロード・スミスのフェスティバル・バリエーションです。その通りです。まだまだ2分3分と演奏は続きますので、どうぞお楽しみください。それでは、フェスティバル・バリエーションにお送りします。3秒間、1、2、はい、それではフェスティバル・バリエーションをお送りします。すいません、個人的な話なんですが、あと3秒大丈夫、こんなとこ痛いだけ。晴れ屋の前で指導するのがこれが最後になります。皆さんには関係ないんですが、僕は晴れ屋に常日頃から言ってました。この今年もいろいろありましたが、なんとけど、コンクールもなくなったし、コンテストもなくなったし、いろんな演奏会もなくなるけれども、俺がいるから安心しろ、俺についてこい、俺の背中を見ろ、どんなことがあっても諦めない、俺は必ずやる、東証見てよかったって絶対押してやる、俺の背中を見ろ、俺についてこい。1年間頑張ってきました、辛いこともありました。でも今前にいる彼らの笑顔が、彼らの瞳が私の勇気でした。私が私の背中を見ろ言ってきたように、今最後の瞬間を一番いい席から彼らの目を眺めて、このステージ終わりにしようと思います。すいませんでした、ごめんね瞳。ごめん。それでは、フェスティバルバリエーションの曲です。20何人でやり込みではありません。中学生もこの曲をやりたいって言ったら先生困るので言っちゃいけません。本当はドリームイートオーケストラで150人ぐらいで演奏する予定でした。3年生と4人の2年生、長くて足りないのでちょっと増やしてるんですけど、それで演奏します。うまくいかないかもしれんけど精一杯頑張ります。フェスティバルバリエーションを楽しんでください。
休憩をいただきます。本公演では座席番号の記録をお願いしております。3月11日に発生した東日本大震災の犠牲者への追悼、そして復興の誓いを込めて作られました。ご自身も仙台出身でいらっしゃる作曲家内藤純一さんの手による曲で、この年間演奏会では毎年第1部の幕開けに心を一つに未来への思いと誓いを込めて演奏され続けてまいりました。震災から10年という節目を迎え、今一度あの日のことを思い返し、被災地の皆様へその歩みに心を寄せ祈りを捧げましょう。それではお聴きください。祈り、そして誇りを胸に。
町から遠いこの佐世保の町からも変わらず心を見せ、一人一人の思いをそれぞれのできる形で送り続けられたらと願います。祈り、そして誇りを胸にお聞きいただきました。第2部冒頭の曲をお楽しみいただきまして、それではここで吹奏楽部部長堀尾夏樹より皆様にご挨拶申し上げます。佐世保東翔高校吹奏楽部部長の堀尾夏樹です。本日は佐世保東翔高校吹奏楽部第21回定期演奏会にご来場いただき誠にありがとうございます。私たちは1年生22名、2年生23名の計45名で日々活動しています。私たちはバーシュナーと情熱的に記憶に残る演奏をという言葉をモットーに、聴いてくださる方々の記憶に残る演奏を、そしてもう一度聞きたいと思っていただけるような演奏を目指して毎日練習しています。本日はこのご時世で沈んでしまっているたくさんの方々の心を元気づけられるよう精一杯演奏演技いたします。短い間ではございますが最後までお楽しみください。
さて皆さん、ふくよかで顔を立つような華やかなハーモニー、故郷市アラビア、いかがだったでしょうか。
フェスティバルバリエーションをお送りいたしました。皆様お待たせいたしました。第3部マーチングステージのスタートです。
60番。続いての曲は365歩のマーチをお送りいたします。誰もが一度は聴いたことのある曲ではないでしょうか。3歩進んで2歩下がる、こんなご時世だからこそみんなで心を寄り添わせ元気に、そう、一日一歩ずつ歩んでまいりましょう。絶対捕まえてもらわなきゃ紹介できないんですけど、悲しい。悲しいです。早く捕まえてほしいですね。うん。あ、長くやってきましたよ。たくさん。見て見て、犯人っぽい人を連れてきたよ。この中に犯人はいる？黒い服を着ていたような、白い服を着ていたような。そうですね、さん、メガネかけばったかね。どっちでしたか。これじゃ何人も繋がられない。あ、そうだ、会場の君たち一緒に見てたよね。僕と一緒に犯人を捕まえよう。まず黒い服に黒いスカートの君、君はなぜ大事で見たの？道に迷ってしまって。なるほど。じゃあ二人目、黒い服に黒いズボンの君、散歩してました。なるほど、怪しいな。じゃあ3人目、白い服に黒いズボンの君、トイレを探していました。なるほど。じゃあ4人目、黒い服に黒いズボンの君、鉄筋総会を見てただけなんですよ。怪しいな。これじゃあ犯人を服装で見つけた方が早そうだな。犯人はズボンを履いていた？それともスカートを履いていた？みんなも一緒に考えてみよう。思った方に手を挙げて。
一人目の君は犯人ではない。次に犯人は黒い服を着ていた、それとも白い服を着ていた。みんなも一緒に考えてみよう。白い服を着ていたと思う人。はい。黒い服を着ていたと思う人。はい。なるほど、黒い服か。じゃあ三人目の君は犯人ではない。とうとう犯人が二人に絞られたぞ。いよいよ最後の問題だ。犯人は明夫先生の身長より低かったか高かったか。みんなも一緒に考えてみよう。明夫先生の身長より高かったと思う人。それとも低かったと思う人。なるほど、低かったか。いよいよこの事件の犯人が分かったぞ。この事件の犯人はお前だ。すみません、そうです、私が犯人です。どうしてもこの中に入っているグッズが欲しくて、ちゃんとお返しします。ごめんなさい。コナン君ありがとう。いやいや、会場にいるみんなのおかげだよ。ありがとう。ありがとう。紹介できますよね。いいね。それでは早速今度こそ紹介していきます。まず一つ目はじゃーん、東証タオル。こちらはロビーで製品販売しています。ぜひ買いに来てね。来てね。次に缶バッジです。5種類の可愛い絵が描かれています。この缶バッジは皆さんから見にくいかもしれないので、ぜひロビーに行って見に行ってください。この絵は全部犯人が描いてくれています。ぜひ購入しにロビーに行ってみてください。真実はいつも一つ。さあ、犯人も見つかってグッズも紹介できたところで、続いてのグッズをご紹介いたしましょう。続いてお送りしますのは9人組のガールズグループ NiziU です。このグループの皆さんは現在数々の CM で活躍されていて、見ない日がないくらい大人気のグループ。みんなにはお互いが必要という20、私たち20ですということで挨拶をする皆さんです。さあ、メイクユーハッピー、ナートリダンスでおなじみのこの曲を皆さんと一緒に楽しみます。それではメイクユーハッピー。根津子、富岡、煉獄、この4人のかっこいいダンスにもご
注目ください。それでは小学生にも人気の鬼滅の刃、皆さんにたっぷりとお楽しみいただくのはグレンゲ。さあ大人の皆さんもこのステージをきっかけに、ぜひ鬼滅の刃ご覧くださいね。Thank you.
表の瞬間です。皆さんの前で握手をすることをお許しください。
ではここで佐世保東商高校吹奏楽部を明るい笑顔と細やかな気配りでいつも全力でまとめてまいりました前部長山崎ひとみよりご挨拶を申し上げます。皆さんこんにちは。本日は3階席までたくさんのお客さんがご来場していただきとても嬉しく思います。ありがとうございます。まだ何を言うかまとまってないんですけど、この場を借りてたくさんの方にお礼を言わせてください。まずこの素敵なアルカス佐世保という会場を貸してください。そして準備をしてくださったアルカス佐世保のスタッフの皆さん、本当に感謝しています。ありがとうございます。そして、この場からは見えないですが、舞台裏、そしてロビーなどで係、準備をしてくださっています先輩方、本当に皆さんのおかげで、このステージに立てています。ありがとうございます。そして熱いご指導、そしてこのステージの構成などを手伝ってくださいました秋尾先生、そして先輩方、本当に感謝しています。ありがとうございます。そして何よりここにいる私たちの演奏を見てくださる会場の皆さんがいたおかげで私たちの演奏が成り立っています。皆さんの大きな拍手を今日聞くことができてとても感動しました。たくさん3階席までたくさんのご来場本当にありがとうございました。後輩にも挨拶をさせてください。後ろを向いてしまうんですが許してください。関連性後ろを向いてください。私が部長になって頼りないとことか指示がちゃんと回らなかったりそんなこともたくさんあったと思うけど、それでも自分についてきてくれてありがとう。嫌なことがあっても何か指示した時にはしっかりその指示に従ってすぐ行動してくれたり、逆に指示しなくても周り見て行動してくれたり、どんどん成長していくみんなの姿を見れてとても嬉しくて、みんなの先輩でよかったなって思います。今日の2部の演奏、そして3部の演奏を聞いて、みんなにこの東商吹奏楽部を任せ、ちゃんと任せられるなと確信したので、これからもお客さんを楽しませれる演奏演技をするために練習しっかり頑張ってください。みんなで笑いましょう。かつけ。最後に私を一番支えてくれた横にいる仲間に挨拶をさせてください。私は初心者としてこの部活に入って楽譜も読めなかったり全然わからないことも多かったし、しかもここにいる全員が楽器が上手でもう途中最初入って頑張ろうと思って入ったのにもうどうしようって大丈夫かなっていう心配がたくさんあってそれでもみんなが1年生の初めての演奏の練習の時に私のためだけにリズムを教えてくれて、私のためだけにみんなが一緒に合わせてくれて、そんな姿を見てみんなと一緒に自分が考えて自分の演奏でみんなと一緒に演奏ができるように頑張ろうと思いました。一生懸命練習して、見るままでは受けてないかもしれないけど、それでも今日一緒に演奏することができて、でも
嬉しかったし、頑張ってよかったなと思いました。何かやろうって言ったら一緒にやってくれて、年末に休み時間とかも赤みたいなことをして一緒に笑って、でも楽器を持ったらみんなすごくかっこよくて、そして何より優しくて、私が仕事をしていたら何か手伝おうかとか大丈夫って聞いてくれて、そんなみんなの優しさ、かっこよさ、面白さ、笑顔、そんな全てが揃っているみんなが私の宝物です。そして私がこの部活に入って一番良かったって思える理由がみんなに出会えたことです。そんな素敵な部活に一緒に入って一緒に頑張ってくれてありがとう。そして大好きです。3年間ありがとうございました。すみません、3年間、たくさんの方の支えのおかげで私も頑張ってこれました。これからは私たちが支える側になるので、皆さんも後輩たちの応援をよろしくお願いします。これからの東総吹奏楽部をよろしくお願いします。2021年2月23日旧部長山崎ひとみ、本日は本当このようにたくさんのお客様、本当にありがとうございます。このようなご時世です、このイベントをすることも非常に悩みましたが、申し訳ありません、僕は絶対にやるつもりでした。絶対にやるつもりでした。この彼らの姿を僕のまぶたと僕の心だけに焼き付けるのはもったいない。絶対この瞬間をたくさんの人に披露して、それが必ず皆様の勇気にもつながると信じて本日開催させていただきました。いろんなところからご協力いただきました。その全ての方々、そしてお集まりの皆様に心よりお礼申し上げます。松本東照高校、私も参って13年が経ちました。13年前この学校に来て、この演奏会の舞台に立ち、この学校ではもしかすると思いっきり音楽ができる、思いっきり音楽が学べる、私は音楽を通して人生を教える、これをモットーにしています。この学校だったらもっと教えられる、そして音楽をしたい人間、吹奏楽をしたい人間が県内のあちこちから集まってこれる、そういう学校ができるんじゃないかと信じて頑張ってきました。たくさんの人に笑われました。たくさんの人に馬鹿にされました。そんなことができるはずがない。佐世保の高校からプロなんて出るはずがない。佐世保東照高校から音楽の教員なんて育つわけがない。たくさんの人に言われました。でもそれを集まってくる生徒が全て勇気に変えて、今このステージから育っていったメンバーからたくさんのプロの演奏家が全国で活躍しています。音楽の教員もたくさん活躍しています。彼らもそれぞれの分野でこれから私が教えてきたことを花開かせてくれると思います。今日のステージで協力をいただいた一人の卒業生があります。ちょっと紹介させてください。基本どうぞ。プログラムに載せておりますが、彼女もこの学校で佐田町からこの学校に来て音楽を学び、現在音楽の教員として働いています。本日の2部のステージ、特に最後の演歌ミモリアルというのは彼女がデザインをして作ってくれました。彼女のように私の生徒はあちこちで活躍をしています。彼らが卒業すること寂しくないといえば嘘になります。でもこれからそれぞれの道でまた頑張ってくれると思います。まず遠いところからもたくさん通ってくれました。私事ですが、保護者の皆さん、彼らを佐世保東照高校に
通わせてくれて、そして立派に育ててくれて、まずもってこの私をこの世に生み出してくれて、本当にありがとうございました。ここ口だけでなく心から感謝してます。そして私が吹奏楽を愛し、彼らを愛したように、彼らもこれからそれぞれの地で仕事を愛し、仲間を愛し、私と共に育てた心をいろんなところで花咲かせてくれると信じて、この見送りたいと思います。本日はご来場本当にありがとうございました。そういうわけで、そろそろ帰りたいと思ってるんでしょ。そうはいかないよ。さあ、どうしようかな。プログラムには載ってないんだけど、練習してる曲あるんだけどな。おー、はい、そうです、いつもこの演奏会のステージの最後は皆さんにハードロックでとどめを刺してお別れしてます。来年は1月でしたね。またくじ引きに負けちゃったんです。1月の第2週しかも日曜日が空いてなかったんです。1月の第2週の土曜日にやります。また今の1、2年生が成長した姿とともに、私もこの舞台に帰ってきます。まあ、それまで長瀬も早く感染症が落ち着き、またこのステージでお会いしましょう。これからも私は私の持っている情熱、時間、愛情、全てを注ぎ込んで、佐世保東照高校の生徒、そしてこの佐世保の音楽文化の発展に力を尽くすことをお誓い申し上げ、ハードロックでとどめを刺します。Thank you.
県立佐世保東翔高校吹奏楽部定期演奏会のすべてのプログラムを終了いたします。本日はご来場いただきまして、そして温かく大きな拍手を頂戴いたしまして、誠にありがとうございました。Thank you.